ってる、まだ止まってる。一体どんな人物が乗っているのだろうか。あ、こんにちは。毛布にくるまった男性は車上暮らしをしていた。どれぐらい住んでるんですか。まあ、12月の初め頃からかな。この生活を始めたのはわずか一月前。真冬に始めた初のホームレス生活が相当こたえているらしい。冷蔵庫に入ったみたいな、そんな感じっていうのかい。ガソリン代を節約するためヒーターはつけていない。車内は日中でも氷点下だ。窓ガラスには霜が降りていた。これ水入れといたんだけどね。え、凍っちゃってるんだ。ちょっと待って、これ凍ってるんですかこれ。はい、あ、本当だ。山口さんは2年前までトラック運転手をしていたが、人員削減に遭いアルバイト生活に。しかしその仕事も失い、一月前住居も追われた。まさかは隅から隅まで道は知ってるから今となっちゃう、ここしかないかなって。気温は氷点下 12.5 度。夜、氷点下20度近くにまで気温が下がることも多い旭川市。暖を取れない者は命を落とす危険もある。ホームレス生活に慣れていない山口さんは。窓ガラス。あ、こんばんは。あ、こんばんは。あ、こんばんは。寒いですね。どんなに寒くてもエンジンはかけられない。もう凍っちゃって。湯たんぽが彼の生命線だ。足が冷たきゃもう寝れんからね。この日初めて口にした食事はインスタントラーメン。あー、美味しい。ハローワークに通って仕事を探すも年齢の壁に阻まれる。慣れ親しんだ街とはいえ、山口さんは気力も落ち始めていた。金もだんだんなくなってくるしさ、この寒さで車の中で息しなくなるのかなってか。今回旭川市の調査で確認されたホームレスは4人。いなくなった人たちは今どこで暮らしているのだろうか。追跡取材を始めた。橋のたもといっぱいに、使って。お、あ、こんにちは。ある橋の橋脚には1年前までなんと58歳の女性が暮らしていた。氷河期です。氷河期。はい、氷人間みたいな、冷凍人間のような。あれから1年、再び女性のもとへ向かうと。あ、もう何もないですね。あれ、女性の姿はなく、大量にあった生活道具も消えていた。ライターだけを残して忽然と姿を消した女性、安否が気になる。取材を進めると思わぬ足取りが判明した。旭川よりさらに北に位置する網走市。流氷の接岸が間近に迫るこの町で見慣れない女性ホームレスが目撃されていた。あの、その方がじゃあ旭川から来た人。まあ、本人の話を聞くと旭川から来たという話はしてました。あ、そうですか。あ、市の職員とともに女性が暮らしているという場所へ向かった。こんにちは。わかる、市役所だけども。
どっか体悪いとこない？はい、どこ。もうそろそろ家の中で暮らす？まだ無事です。まだ無事だの？去年まで旭川市より北で生活するホームレスは確認されていなかった。今回彼女が網走に移り住んだことで最北限はさらに北へ。それにしてもなぜ網走に移動したのか。去年もいたので。あ、旭川に。はい、うん、それであのもう出てもいいんじゃないか思って。もっと暖かいところにこう行こうとは思わなかったですか？その旭川より南の方に。北の方が良いと思って。北の方がいい。網走の方に興味が湧いて。自ら望んで北へ北へ。それは個人的興味だという。ちょっとその氷河期のような感じがあったりしてで、だけどあの旭川よりはマシンというのが。テントも張らず氷の上で暮らす。旭川よりマシだというが、防寒着を着込んだディレクターも我慢できない寒さ。東京から来たからもう余計寒いです。私の方は慣れてますので。流氷来たら特にあの気温も下がってマイナス10度、15度、20度という時期になりますので、あの身体的にはやっぱり凍傷という心配もあり、また凍死という、まあ、最悪の事態も考えられるので。網走市役所はこれまで女性に緊急避難的に入居できる住宅で暮らすよう何度となく進めてきたが、一向に受け入れないのだという。市は今後も説得を続ける。